お預かりいたします。はい、ありがとうございます。今日お天気で良かったですね。楽しんできてください。どうぞ、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。
これはハズバンダリートレーニングといって、動物たちの健康診断をスムーズに行うためのトレーニングです。今のハイタッチの動作から手を握って踏み切りだったり、手のひらに異常がないかのチェックをしています。あとは四つ足で歩いている動物なので、立ってもらうことによって普段見ることのできないお腹に異常がないかのチェックをしています。じゃあもう一回見せてもらいましょう。こうやってお腹に異常がないかチェックしていきます。その後お腹を触るかに、あとは顔を触る練習もします。体をよく触ることを嫌がらないようにトレーニングしていくのもハズバンダリートレーニングの一つとなっています。こんな風に那須動物の中のレッサーパンダたちはみんなハズバンダリートレーニングを行います。じゃあ後ろにマヌルネコがいるのでぜひ見てみてください。Thank you.